カリハラ液を通販で買うのは初めてなんですけど、買ってみました。で、昨日ね、昨日銀行振込で入金して、今翌日の3時半なんですけどね、3時頃にはもう届きました。早いです。これ山口県のね、方から届いたんですけど、まあ、買ったとこはソマンチュさん、農機具のソマンチュさんなんですけど、機種名が、BC222EZ です。ゼノアの場合ね、この BC の次に、Z が来てる、こっちに Z が来てる、名前に Z が入ってるのは、相乗装置エンジンで、これは後ろに Z 来てますけど、これは通常のエンジンです。で、僕は相乗装置エンジン嫌いなんでね、相乗装置エンジンじゃないのが欲しかったんです。この時点で軽いんですよ。このスケールがあるんで 3.4 キロぐらいです。 3.4 キロの3.4 キロの 2.7 キロぐらい。この間買った電動の12ボルトよりもはるかに軽いです。でね、付属品、まあこんな感じですよ。で、エンジン本体ね。これね、試運転してないんでしょうね。試運転してない方がいいですけど、でね、これここからね組み立てるのも実は初めてなんですけど、2000と 100g ぐらいしかないですね。でね、ここはプラスチックです。だからクラッチが加熱した場合、このケースが溶けると。で、軽いしコンパクトですね。あとスターターはなんか軽くなる、軽いスターターがついてるらしいです。これね、メーカーでもどうなんだろう、試運転してないんじゃないかな。これね、排気ポートは閉じた状態で送られてきました。でね、これエンジン回した形跡ないんですよね。おそらくメーカーでも回してないんじゃないかな。メーカーではキャブレーターを調整してつけてやるっていうんですけど、おそらくキャブレーターだけ単体で調整してあるんじゃないかと思うんですよ。実はね、キャブレーター単体取ったことあるんですけど、つい先日取ったんですけど、それはゼナーのネギリチェーンソーの場合ですけど、ネギリチェーンソーにのキャブレーター不具合が出て交換したんです。で、交換してポン付けで全く調整の必要なかったんですよ。すごい調子よくて、アイドリングも合ってるし、孵化した時も調子いいし。だからね、キャブレーター単体で調整を行って出荷してんじゃないかなと思います。でね、これ軽いし、とにかく一つ一つの部品が小さいですね。マフラーもね、排気量も小さいけど、マフラーも小さいです。で、これ排出ガス対策エンジンなんですよね。3次、相乗装置エンジンではないけど、3次規制適合って書いてあります。で、マフラーには触媒は入ってないです。これね、ほんと軽い。あとね、確かこれスターターも軽くなる装置がついてるんですよ。とね、このクラッチ周りこんな感じになってますね。フライホイール、ファンがついたフライホイールが
割とフライホイルは大きめですね。で、シリンダーとクランクは別体式。4本の六角で、4本？ 3 本？ 3 本だな。3本しか止ま、2本？ 2 本しか止まってないな。これね、シリンダー、2本のネジでしか止まってません。なんかパッキンはなんか4つ穴が開いてるのが見えるんですけど、この六角のボルトが2本しかついてません。ほんとネジ1本まで減らした感じですね。これで大丈夫なんですね。で、クラッチはどうなんだろう。ベアリングはこれはどうなんだろうな。単体で交換できないのかもしれないけど、まあ、このクラッチハウジングごと交換しちゃえばね、いいですよね。あと値段が安い。4万円切ってますからね、このソマンチュさんで。送料込みっていうか、送料無料で4万切った値段で、ですぐ届いちゃいます。でね、このエアクリーナーも、このスクリュー、手で回すスクリュー1個で止まってますけど、やっぱこの方式が一番脱落が少ないと思います。コストも抑えてるし、いい方法ですね。すごいシンプルです。でね、これもね、このハウジングのとこにこの長四角の穴ありますけど、ここから、モリブデングリススプレーとか注入すれば、アウターローターベアリング、クラッチハウジングのベアリングに届くと思いますよ、多分。まあ、クラッチの中に入っちゃ心配はないんで、これやってみる価値ありますね。あとね、このイグニッションコイル。まあ、これ以上無駄は削れないでしょう、これ。これ以上無駄。ね。すごい。で、燃料は 500cc ですね。で、ちゃんとこの足がついてます。ツーグリップ、シャフトは残念ながら、ジュラルミンじゃないんですよ。普通のアルミニウムです。なんかね、ジュラルミンのはね、品薄みたいですね。
応説明書を見てきますね。長期保管方法書いてあります。スパークプラグを取り外し、2サイクルオイルを 1-2ml エンジン内に入れてください。スターターロープを 2-3 回引いてプラグを元通り取り付け、圧縮位置で止めてくださいと。これね、やっぱ圧縮位置で止めるのが常識みたいですね。でね、これ必要ないっていう機械屋さんもいるんですよ。でもこれやるね、やっとかないとエンジンってね、止めてる間に壊れちゃうんですよ。グリスね、リチウムグリスでいいんですけど、モリブデングリスを入れるともっといいですね。あとね、プラグギャップ、プラグレンチね、正しいの使った方がいいですね。これね、これはね、メーカーはしょうがないんですよ。付属品ね、入れてるんですから。これ点検項目ね、シリンダーボルト取り付け増し締め100時間おき、マフラーのカーボン落とし100時間おき、一応ナイロンカッターも使えることにはなってます。刃もね、230ミリが付属ですけど、255ミリつけても大丈夫みたいです。ね、このカッターバンドの位置を調節してから、やっぱね、エンジンの暖気は 2-3 分低速のまま行うと。この辺もね、いきなりエンジンふかしちゃう人いますからね。あれはエンジン痛めますよ。ましてね、新品の時とかエンジンオーバーホールした場合ばかりでふかしちゃうってダメです。再始動の時は当然チョークレーバーを使わないと。ただね、肩掛けたままスタートしていいとは書いてないですけどね。これ指導性がいいと聞いているので期待してますよ。ね、刃を取り付ける時はカバーをね、必ずつけた状態でレンチを使うと。機体重量ね、 3.6kg、 3.6kg です。これものすごく軽いです。エンジン性能書いてないな。これ安くないですか？38,485円、送料無料ですよ。あとね、これをつければ運転できるというわけです。以上です。